ガブリエル・タフトはアメリカ合衆国のプロレスラー。タイラー・アレックスのリングネームで WWE スマックダウンに所属していた。2007年にアップエでデビュー。2008年に WWE とディベロップメント契約を結び FCW に送られる。FCW 所属当初は本名にちなんだゲーブ・タフトのリングネームで活動しているが、2009年からタイラー・アレックスに改名している。 解明後は FCW フロリダタックチーム王座 FCW フロリダヘビー級王座を獲得するなど活躍した6月30日に WWE に昇格しサーハーギミックで ECW に登場デビューから2週続けてザックライダーに連敗するが7月21日の ECW でポールバーチルから初勝利を挙げるその後 同時に昇格した、吉達とタッグを組んで、ウィリアム・リーガル、ポール・バーチルと短期間の構想を組まれるがパッとせず、徐々にフェードアウトしていく。12月21日に開催された RAW のダークマッチで泣き言をまくし立てるギミックのヒールに転校する。しかし、ヒール転校後もハウスショー、スマックダウンのダークマッチでの登場機会が中心であり、テレビ放送から姿を消している。 2010年2月に ECW が放送終了となったため、スマックダウン所属になるが FCW での再調整が続いた。2010年10月15日の放送において久々の登場。チーム RAW 対チームスマックダウンでの選抜をかけた試合でビッグショーとのシングルマッチに5分間、耐え切ったカバルに選抜として、ふさわしくないと挑発。セオドアロングが、 査定試合をするよう提案し、手追いのカバルからホールを奪い、選抜を勝ち取った。カート・ホーキンスタイラー・レックス10月24日、PPV のブラッキング・ライツにチームスマクダウンの一員として登場。選抜として出場し、サンティーのマレラからホールを奪い、チームスマクダウンの勝利に貢献した。2011年4月末に行われた追加ドラフトで RAW に移籍した。 RAW 移籍後は、しばらくの間本放送に登場できなかったが、9月8日のスーパースターズで、カート・ホーキンスとのタッグで久々に本放送に登場、タイタス・オニール、パーシー・ワトソン組と対戦し勝利した。その後、ホーキンスと共に NXT に参戦し、オニール、ワトソン組やウッソズと抗争。その後、NXT を取り仕切っている、マット・ストライカー。 ウィリアム・リーガルに反発する姿勢を取り始め、ストライカーを拉致監禁するという行動に出た。そのことで、リーガルの怒りを買い、ホーキンスとの敗者追放戦を組まれてタッグは崩壊、試合には勝利したものの自身も追放処分となった。しかし、ホーキンスとすぐさま和解、共にチケットを購入し NXT の会場に潜入するなど裏工作を続け、ついには当時の RAW、 スマックダウンの両 GM だったジョン・ローリネーティスの指示を得ることに成功し、NXT に復帰した。ローリネーティス出客後も、ギミック上彼の復帰を信じているとし、ローリネーティスの現役時代のコスチュームを模したタイツを着用。2012年8月に本人の意思により契約を解除した。理由は、家族との時間を優先させるためとしている。千二十一年二月、 性転換手術を公表。相手をカナディアンバックブリーカーで持ち上げた後、横須賀カ,カッターのように回転させると同時に、自身も180度左に旋回して DDT のように落とす技。2012年1月17日放送の NXT でトレント・バレッタ相手にフィニッシャーとして使用した。キルジョイの前のフィニッシャー。スプリングボード式、ムーンサルトである。 コーナーポスト際で仕掛けてポストの最下段に相手の頭を強打させる形で繰り出すこともある。ありがとうございます。